非常にやはりこの東海では夏到来ということで季節の高い、そんな時間が続いております。ぜひとも皆さん、こまめに水分補給をぜひともお待ください。特に皆様にはですね、感染拡大予防対策としてマスクを着用されているかと思います。そして非常にですね、熱もこもりやすい、そんな時期となっておりますので、何卒こまめに水分補給をどうぞよろしくお願いいたします。そして今回もラグビーグラマス公式アプリでも現地の模様をお届けしております。さあ、このチームの選手がピッチで胸にアップを並べる、そんな模様もお届けできているかと思います。それではそんな中、今日もやっていきましょう。毎回本編恒例のこちらのコーナー、ラグビーグラマス今日のピックアップ。本日注目の選手を1人プレイでチェックしようというこの今日のピックアップ。さあ、今日のピックアップレイヤーはこの人、マーティウス選手。背番号16、名古屋の強烈レフティーアタッカー、マーティウス選手。1994年までブラジル出身、現在25歳。2014年に来日し、大宮アルディージャーレンタル移籍を経て、2017年に完全移籍。そして2019年、昨シーズンですね、我らが名古屋グランパスに完全移籍という形でやってきてくれました。そんなシーズン途中、横浜 F ・マリノスへのレンタル移籍、そこでのリーグ優勝を経験し、改めて今シーズン、名古屋へと戻ってきてくれたんです。そんな彼の特徴は、アタッカーとしてサイドを検索、そのスピード、そして一度走り出したら止められないスピードに乗ったドリブル、緩急、縦横へのフィットネスを駆使したドリブルなど、多彩なドリブルで実績を誇る。さらにフリーキック、コーナーキックを含めた破壊力抜群のシュートと、まさにチャンスもゴールも生み出せる最高のアタッカーです。先日水曜日のルヴァンカップでは、ワンゴールワンアシストの活躍を見せてくれている、その勢いを持って十分な水分補給、さらには熱中症対策、